わかりました。じゃあこういうのどうですか。自らが怖くなればいいということで、これライブ中皆さんがどこかでゾンビになる、これどうですか。自分たちが、そう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 、ちょっと今4人でやってみますか。いや、やりたい、ね、ゾンビをやる。さあ、それじゃあちょっと4人でゾンビの動きやっていただきましょう、はい、どうぞ。オープニングのゾンビ、ちょっと待ってくださいね。オープニングのゾンビ、本田さんはもうおばあちゃん、はい、ね、この人はノリノリ、はい、で、トモグイグルグル、あのね、0点です。先生をお呼びしました。さあ先生、怖い怖い怖い、今さリアルにやばい、怖い怖い、スンと変わりましたか。本日の先生こちら、恐怖ソリューション企業ゾンテッドコーポレーション所属プロゾンビ指導員のシキさんでございます。ゾンテッド社のシキです、よろしくお願いします。すごい、あとまたメイクもすごい、ね、メイクって言っていいですか。メイクって言っていいのか。半分ゾンビメイクをされてるという、いやちょっと教えてもらいましょうよ、せっかくですから、ね、教えてほしい、ね、どうですか、シキさん、まずこのゾンビの動き、一番大事にしたい基本って何でしょう。そうね、基本的にゾンビは体が硬いの、はい、だから柔らかく動くことはないわ。なるほど。歩くときは右側は右側、左側は左側、連動して全て動くの。でも確かにそうだったかも。パッと見て、あ、これは人じゃないって思わせたら勝ちよ。思いましたもん。そうか、なるほど。一番初めのインスピレーションが大事ってことですよね。そうね、自分はゾンビだと思い込む、これが一番大事。なるほど。あとシキさん、あの声とかはどういう声を出せばいいんですか。例えばそうね、っていう苦しそうな声から、はい、っていうちょっとクリーチャーっぽいゾンビもいるから。なるほどなるほど。そうか、出すトーンによって一体どんなゾンビかっていうのも変わってくるってことですよね。そうですね、確かに。まずちょっと本田さんやってみましょうよ。むず、はい、そんな一人ずつが発表会なんですか。ゾンビテストみたい。発表会テスト、お願いします。なんで俺をターゲットにしたんですよね。ちょっと俺をターゲットにしたんですよ。怖い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 、急に走るのやめてよ。おお、ちょっとシキさんどうですか。難しいですね。随分と可愛くぶっちゃって、もう可愛いからって、可愛くぶってるぞ。そういうところよ。でも急に走り出したりするところは OK だと思うわ。確かに、なるほど。恥を捨てることよ。ゾンビに恥なんてないから。そう、ゾンビに恥なんてない。佐野さん行ってみましょうか。いや、じゃあ違う、あ、後ろからやるっていう。じゃあそれじゃあ参りましょう。田野さんのゾンビお願いします。ちょっと待ってください。緩めの檻のゴリラですよね。止めてあげて、ちょっと早く。田野さん、田野さん、ゴリラのゾンビ、ゴリラのゾンビ、人間だけとは借りられないからね。まあまあ確かに、恥を捨てられてる、そこは合格。確かにね、ゾンビは人間だけとは限らない、うん、そこの着眼点も OK よ。やった、ただゾンビは呼吸をしないから、ウホウホウ言わないかもしれないよね。吐くしかないってことですか。吐くだけ。そうなんだ、知らなかった。あとやっぱ田野さんのやつを見てても、最後先生が俺にちっちゃい声で止めてあげてって言ったからね。じゃあ川瀬さん参りましょう。やりづれこの後。何やってもいいんだよ、何やっても、何やってもいい。さあそれでは行きましょう。川瀬さんのゾンビです、お願いします。電話してる、電話、取引先に電話してんのかな。電車来ない。あ、なんで電車、何、すみません。あの取引先に謝るゾンビ珍しい。ちょっと先生の評価聞いてみましょう、はい、先生いかがですか。そうね、やっぱり生きている時の行動をそのまましてしまうゾンビっていうのも演出的にはとてもいるわ。おうおうおう、その演出はとてもいいと思うわ、うん、あとは空気感かしらね。確
確かにでも一個ずつ今学んでるかも。恥を捨てろ、ね、息はできない、うん、ね、そして、空気感、空気感ちょっと田中さんやりましょう。これも今学んだものを踏まえて、じゃあそうですね、うん、さあそれでいきましょう。田中さんゾンビの方お願いします。あ、でも上手だ。あ、怖い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 、いやいやいや怖い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 、みんなに、あー、ちょっと、いやこれはすごい、ちょっと待って、え、これ入社できるんじゃない、ちょっと待ってください。どうや田中さん、マジや、ゾンビ部かなんかでした。ちょっとなんか正直うますぎましたけど、引き抜こうかなみたいな顔してる、見てください、ぜひ我が社に来てほしい。じゃあ最後4人でね、ちょっとね、はい、本当に怖い感じのねゾンビをバシッと見せちゃってください。うまっ、いや怖い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